埼玉県西部に位置する秩父市。東京からほど近く、川釣りや紅葉の名所として有名だが、実は秩父にはもう一つの顔があることをご存知だろうか。心霊スポット密集地域、他に類を見ないほど数多くの心霊スポットが存在しているのだ。今回お見せするのは、某制作会社のスタッフが秩父で遭遇した恐怖の体験である。決して皆さんは遊び半分で行かないでいただきたい。声なるべく出し合って、はい、今宵秩父が鬼と化す。すいません、ちょっと時間いいですか。はい。この秩父の周辺で有名な心霊スポットとかを今探してまして、はい、お話し聞かせてもらえたらなと思うんですけど。なんか何それ、幽霊がよく出るとかそういう噂の場所みたいな、よくいろんなところであるじゃないですか。そういうところ今探してるんですよ。ああ、私知らないけど、なんかあるんですかそういうの。僕らはさっき昭和のトンネルって長いトンネルがあって、そこはすごい幽霊が出るとか。私はマジ知らないけど、何それ、本当ですか。そうです、なんか走ってる車と同じスピードで女の人がついてくるとか。ありえないんだけど。まあ、はい。マジ、秩父やば、超西秩父なんだけど。すごいがっつり整備されちゃってて、あんまり怖さが感じないんだけど。もうちょっとなんか人気がないとこだと思ったんですけどね。噂話とかだったら参ったな、使えないよこれじゃ、はい、そしたらせっかく来ちゃったから、もう駅の方行って情報収集してさ、なんか別の心霊スポット回ろうよ。そうっすね、はい。ここは無理だよ、なんか話聞いてさ、はい、なんかご当地ネタでいいからもう、はい、とりあえず何か所か回ってみて、はい、それでいいネタ拾おうよ。ちょっとここはもう無理、諦めた。どうしますか、うん、はい、一回駅の方行って、うん、話聞いてみるんで移動します。はい、すいません、移動しましょう。移動しましょう、はい、すいません、ちょっとこの秩父の町周辺で有名な心霊スポットとか、あとなんかそういう心霊体験とか噂話ご存知じゃないですか。じゃあちょっとあんまり興味ない。この秩父の周辺で有名な心霊スポットとかそういった。分からないですね。いや、どんなやつでもいいです。分からないです。お友達行かなきゃいけないそうです。
じゃないですけど、ちょっと今ハンマックってことがあって、はいはいはい、そこでなんか人面犬が出るなんてことは他なんかないですか？いやちょっとなんか人面犬ぐらいしかわかんないですね。秩父港に吊り橋があるんですけどね、 あそこは出るって、まあ、毎年のように飛び込み自殺があってね、あそこはいわゆる自殺の名所になってるんですけど、夜行くと女の霊見たとか。ただこれはもう一つ、これは地元の人間が言っていることなんですが、その自殺が出ると山に鬼火が出る。いわゆるその鬼火っていうのはあの火の玉とかそういった類ですよね。そうですね。それであの秩父湖はダム湖なんでね、私が若い頃にできたものなんですけど、その当時からそういう噂があったと思います。しかもその鬼火は、まあ、見てしまうとこう悪いことが起きる、必ず不幸が起きると、そういう話です。いわゆるその鬼火目撃者の方が何か怪我をするとか事故に遭われるとか、うん、まあそういうことなのかもしれないけど、はっきりしたことはこれ分からないんですけどね、まあ、何か良くないことが起きるという。鬼火とは日本各地に伝わる怪火のことである。伝承上では一般に人間や動物の死体から生じた霊、もしくは人間の怨念が火となって現れた姿と言われている。実はですね、あの僕ら今度ホラーの DVD 作品を撮影しようかなと思ってるんですけど、ああその今取材でいろんなお話を聞いて回ってるんですね、うん、それであの鬼火の話がすごく興味深くてですね、うん、男性の名は佐久間さん、はい、ありがとうございます。秩父周辺で長年暮らしている方であるという。後日改めてインタビューを行うことを佐久間さんに承諾してもらうことができた。いやこれ鬼火の話いいね。これじゃあ今日夜吊り橋ロケハンでちょっとすみません回りますけどいいですか？うん大丈夫です。すげえ狭いっすね。狭いね。洞窟だよこれ。こんなの通るのですね。俺らどこ行くのこれから。すごいね。本当に多分あれじゃないですか。 あったねあったね。あれだねきっと。どれ？あれです。井上さん撮れてます？あのなんかアーチみたいな。ああ、うん、行きます。行きましょう。行きます。井上さん大丈夫ですか？待ってます。うん、じゃあちょっと足元を気をつけながら行きましょう。はい。この吊り橋の向こう側に鬼火が出るって。あ、じゃあ行ったんだ。今多分こっから見えるってだと思うんですけど、あ長えな。あ、向こう見えないですね。距離あるな。いやこれ長いよ。うわこんなのさ落ちたら死んじゃうよ。うわぁ揺れる。怖い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 、ね、これやばい。これ半端ないねこれね。すぐ戻りましょうね。半分来た？いやまだ来てないね。わ奥まで行く。ドンツキまで先見たいんですか？もうすぐ帰りましょう。いや行くだけ行くから。まあいいけど。あ、すいません。すいません。え？ちょっと待って。救急車！川本さん、救急車！おい、川本、救急車！早くしろよ、お前！その後、西村たちは警察を呼んだ。警察